真珠の森日吉神社は、愛知県岡崎市中近町にある神社。創立は不詳であるが、官表三年に、大御国坂本三能より勘定されたと、伝えられている。明治五年十月十二日、孫者に列せられる。明治十年、若宮社、八幡田社、秋葉社、天神社、津島社、稲荷社などを合祀したとされる。祭神は大、大仙作命。 仁徳天皇、応神天皇、家具土の命、菅原道真公、須佐野皇の命、受け持ちの命。本殿は、桁行一軒、張間一軒、一軒舎流れ作り、小倉吹きである。胸札によれば、上京四年に、保イ軍、牛久保村の岡田右衛門城、藤原森継とぬかた軍中金村の竹下三衛門、藤原家継によって建立されたとされる。 拝殿と平殿は、明治42年9月1日、東領岡田米次郎により建立された。現在、秋の例大祭は10月第2日曜日に開催される。金敵奉納の祭礼弓が行われ、金敵が上がらないと三越渡御の、おねり行列が出発できない。三越は、担ぎ手が足りないため、トラックに乗せて山中に祀られている若宮社まで渡御を、する。 参列する獅子は、観客の頭をヌさで叩いて走り回り、時に子供を追いかけるため、暴れ獅子と称される。山中への入り口の道路に面したところに、石製の新油台があり、神輿は一旦台に据えられ、獅子頭と共に祈祷される。その後、官僚となり16時頃には神社へ帰着する。ありがとうございます。